Rated M for Mature. My dear sister, I hope these words find you. They may be my last. A sentence has been passed by my jailers for the crimes that I refuse to confess. Like my brave comrades who fell before me, I shall be put to the sword in the very courtyard beneath my cell. I do not fear death. I welcome it with a smile, for it is better to be a crystal and broken than remain perfect like a tile upon the rooftop. This is not the end, dear sister. It is now that our plot must live on through you. So find solace in the bonds of others, for it is here that our dream takes flight. A new dawn is spreading across this land. For me, the sky awaits. そうですね、7年前に最初にこのゲームのことをこうイメージして、それをプレイして楽しんでもらえるかっていうことを考えた部分で、まあ、多くのことが実際はゲームとして完成できてきてるかなっていう思ってるのは正直な気持ちで、やはりこのオープンワールドというかなり規模の大きな開発になってくると、まあ、いかにその安田が細かいところを見る、自分で見ると言っても見切れない、指示しきれない、フォローしきれないんで、これまではどちらかというと、まあ、チーム忍者の中で私がディレクターをやってそのチームで制作するっていう、まあ、そこは今回大きく変わらないんですけど、ディレクターを複数立てることで、まあ、より多くのメンバーの間で意思疎通を図ったりとか品質を保っていくっていう風にしていきたいということで、やっぱり規模に対して一人で回す量ではないとは思うので、そこはディレクター、安田の下のディレクターたちとの信頼関係っていうのも今まで以上に強固になってるのかなというふうに旗から見て思いました。 That's the spirit. I'm counting on you. すごく前のプロジェクトの後半からかなり安田さんが入ってくるようになったのもあって、仕事上のフィードバックを受ける機会とかが増えたんで、そこでちょっと安田さんの考え方とかを聞く機会も増えて、この人と一緒に仕事したいなっていうふうに思って、まあ安田とはやっぱり俺がもうチーム忍者で忍者ガイデン2を作ってる中で入ってきた新人だったんで、やっぱこの人すごいなっていう、まあ年下なんだけど、でそういうふうなやり取りしていく中でやっぱり生まれてきた絆じゃないけど、やっぱり1話せば10分かるぐらいのとこまでやっぱり来たんで、まあ戦友であり盟友っていうことでずっと苦楽を共にした仲間ではありますね。で、まあ、あと彼の作るゲームのファンでもあります。日本通はもうやりすぎてちょっと仕事に支障をきたしたぐらいずっとプレイしていますし、でもね、本当にその僕に話を持ってきた時点で安田君は本当にこういろんなプランニングをね、もう考えて資料をどっぷり持ってきて、なんかその溜め込んだ分の彼、まあ、チーム安田さんはじめ、ね、チームの情熱っていうのがすごくあって、素材とかそれまでにこう考え込んできたプランニングっていうのがものすごいこう蓄えられて、そしてまあ人をこう巻き込みながら映像を作っていくっていうところは、まあ、すごく個人的にも仕事をする上で大きな刺激をもらえて、まずイノンさんは、海外ですごく活躍されてる作曲家さんなんですけれども、すごくベテランの作曲家さんなんですけど、もう本当に我々のリクエストに対して真摯に前向きに取り組んでくださって、 It wasn't easy at the beginning. I really took upon myself to study Japanese music, study the scales, study the instruments. In fact, bought some of the instruments. And I can say that in the past 2 years, I really
dove into this amazing world of Japanese music. 最後の最後に、オーケストラをロンドンで収録した時に、初めて対面でお会いすることができまして、その際にもすごく笑顔で迎えてくれたことがすごく印象的に残ってます。You and I are true friends now, no doubt about it. If you're ever in trouble, just let me know. まあ、今回ライズ・オブ・ザ・ロニー、非常に大きなチームだし、長い制作期間になりましたけど、実際でもなんかこの規模でやってるのが初めてなんですけど、なんかどっちも主張し合ってうまくぶつかり合っていいものになってるっていう気はすごいするっすよね。関わり始めて、そうですね、ちょうど私が開発に合流したタイミングで、その、まあ、プライベートなんですけど、子供が生まれまして、だからもうその頃生まれた子供がもう3歳になってるぐらい、すごい長い間関わってきて、徐々にちょっと仕事して出来上がってきて、あ、なんか最近すごいうまく動いてるっていう感じるタイミングがあって、この先さらにプレイヤーの皆さんにとって価値があるゲームを作っていく上で、すごくこのチーム忍者っていうチームが強くなってるなっていうのは実感してますし、この先さらに、大きなタイトルだったり大きな挑戦だったりっていうことが目指せる状況かなっていうふうには感じてます。プレイステーション。